もうついてますか。はい、KKB のカプリアプリ、動画アプリカプリをご覧の皆さん、そして私の YouTube チャンネルからご覧いただいている皆さん、どうもこんばんは。シンガーソングライターゆみかです。よろしくお願いします。あれでね、最初私歌から始めようと思ったんですけど、ちょっと流れたみたいでしたね。もう笑い転げて始めさせていただきます。最初の1曲は、楽しく始めたいなと思って、今日は、珍しくカバー曲から始めたいと思います。鹿児島の霧島に住んでる私の音楽仲間のお友達がいて、大和さんっていうんですけど、大和さんの曲を1曲今日はこの場にお借りしました。みんなに会いたい気持ちも込めて歌います。 Dear Friends。ことがあったならばすぐにみんな集まれの合図、いつものメンバー集まり、今日は何を始めようか、マイナス思考はいらないよ、テンション高めで始めよう、きっとあれもこれもそれも君もきっと一人じゃつまらない、だからさ集まってみんなで何をしよう、気分上昇天気良好、踊ることがあったならそれもみんな集まれの合図、いつものメンバー集まり、今日は何を始めようか、君の笑顔のその訳をみんなに教えてほしいんだ、きっと今日も明日も明後日もきっと一人じゃつまらない、だからさ集まってみんなで何をしよう、気分上昇天気良好、最高のパーティータイム、最初からピックを中に落としたりして動揺してます。皆さんのラララで私を励ましてもらいたいんですけど、画面越しに1曲目から付き合ってもらいたいんですけど、いいですか。コメントもいいって言ってくれてるかな。ぜひ私のラララについてください。いくよ、ララ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 、最高のパーティータイム、ララ、はい、ララ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 最高のパーティータイム、ララ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 最高のパーティータイム、ララララと、ラララララ、ありがとう、みんな歌ってくれてると知ってる。さあ集まってみんなで何をしよう、気分上昇天気良好、最高のパーティータイム、さあ集まってみんなで騒ごうよ、最高の仲間たちと、ありがとうございます。 Dear Friends という曲でした。大和さん見てくれてるかな、霧島のコードトーンにで働いてる大和さんの曲なんです。ありがとうございました、歌わせてくれて。ということで、この後も引き続きユミカのライブお付き合いいただきたいんですけれども、ちょっとダメや、やっぱちょっと動揺しとる。ちょっと水を飲もう。
これをね始める前に多分ちょこっと、あ、みんなめっちゃさラララ歌ってくれてたじゃん。 YouTube の方のコメントをね今ちょっと読ませていただいてるんですけど、ありがとうありがとう。1曲目からね何歌わせてんだよって感じだよね。ありがとうございます。うん、めっちゃ手が震えよる。さあ次行こう。さあそんなこんなで、ゆみかのそんな手を手あ、大丈夫です。ゆみかのこのカプリスタジオからお届けさせていただいている、私にできること、今日が3回目でね、記者会見ライブっていう不思議なあだ名もつけていただいているんですけれども、今日もし初めて見ていただいている皆さん、カプリからなりね YouTube チャンネルからなり一番最後まで見ていただければ、なんで記者会見ライブって呼ばれているかが分かります。ぜひ30分ないぐらいです。お付き合いください。次の曲は、私の始まりの曲、ありがたいことに今テレビ CM でも使っていただいてます。夢の続き聞いてください。夢の続きどこまでも探し歩いてきた、忘れないで始まりはいつだって今日この日。僕をさらった君、僕を追いかけてく新しい日々と、まだ歩き出せないとどまっていたい、もっと強く生きられたらな、盗んで繋いで歩いてきた。
さて、こちらのね KKB さんのカプリスタジオから、こうやってライブを配信して大丈夫ですか今日はですね、1回目2回目見てくださった方はもしかしたら少し違いに気づいてくれてるかもしれない。今日はですね、ここでほら2つカメラがさあって切り替えていただいてるんですけど、1つをこうねこうカメラをちょっとこう寄ったり引いたりしていただいてるんです。ありがとうございます。なんか内部事情を止まってますねまあいろいろあるのも生配信の醍醐味ですのでね、私の初っ端からのいろんな土地でもしっかりね、ぜひそんなところも楽しみながら、皆さんお家かな、お家で聞いてくれてるのかな、どうかな、もしかしたらテレビでつないで聞いてくれてる人もいるかもしれないし、仕事帰りにイヤホンつけて歩きながら聞いてくれてる人もいるかもしれないし、大丈夫かな、笑わせてないかな、あマスクしてるから大丈夫か今笑わせちゃっても。私は心配性なのでついついこうやってねチューニングをいちいちしちゃうんですけど、今日は3回目のね、この私にできることってライブで何歌おうかなって考えながら、ね、せっかくだったら1回目2回目で歌ってない曲やりたいなと思って、何があったかなとちょっと前回前々回を振り返ってみたんですが、あ私1個ほら私を語る上で大事な曲を1つまだやってないじゃないと思ってね、それを次は聞いていただきたいと思います。私には今年今小学校4年生になる娘がおりまして、私の人生の相棒だと思って日々ふざけ合いながら楽しく生活してるんですけれども、そんな娘のために書いた曲、小さな手のひら聞いてください。
緒に泣くから繋がってます。大丈夫です。よかったよかった。ちょっと確認したかった。そのままもう一曲、心音という曲聴いてください。
しかったのは僕だったんだね。その手を引くのは今だったんだね。抱きしめ合うのは風の中君の声。空の色心ごと で、そんなこんなで4曲ほどさせていただきましたが、 YouTube 大丈夫でしたね。よかったです。あのコメントを少し YouTube の、 あのカプリをご覧の皆さんすいません、 YouTube の方でもあの流していただいておりまして、コメントも少しいただいてるから読んでいいかしら。ちょっとタイムラグあるからごめんね。この歌聞くと、 ありがとうございます、ありがとうございますね、リアルな娘ちゃんが誕生した頃のこと思い出す、ありがとう。やっぱり最強、あれ上野町商店聞いてくれてるじゃん、ありが上野町商店って呼び捨てしちゃったありがとう、聞いてくれた。電車で移動しながら誰もいないからイヤホンなしで聞いてくれてるの、すごい、ありがとうございます。今日も仕事お疲れ様でした。お仕事だった皆さんね。あ、少し上に上がっていただ、あ、これが今一番上です、ごめんなさい、すいませんあ、そっか、そこはね、あ、こちら、それはあれですね、前に戻っちゃいましたね。一番下が新しいとこですね。あ、ありがとうございます。読んでいいのではないかしら、読んでいいのではないかしらって言ってくれてた、ありがとうございます。あ、パチパチもね、皆さんありがとう。なんか真面目やな、ちょっと待って私はいつでも真面目ですあのそう、コメント欄にね来てくださる皆さんはよく、あの普段私がツイキャスの配信をあのさせていただいてるんですけれども、そちらにもよく来てくれてる方が多くて、
ぜひ今日初めてユミカ知ったぜっていう皆さんもツイキャスだったりインスタグラム、フェイスブック、あとツイッターもやってますので、ぜひユミカオフィシャル、ユミカのカは CA です。小文字で探してあげてください。で、少しお知らせもついでにさせていただいちゃおうかしら。今後の、ライブのちょっとお知らせをすると、そう、さっきYouTube の方ではコメント欄にも書いていただいてたんですが、ライブっていうかこれは配信だけどね、今日はこのライブの後に夜多分11時ぐらいからツイキャスの方でみんなで今日のライブの打ち上げみたいな配信をみんなで画面越しに乾杯しながらしようと思います。ツイキャスご覧いただける皆さんはよかったら遊びに来てあげてください。で、明日は、鹿児島市の下新田4丁目にありますギャラリーカフェセレンディピティさんは、私が初めてソロライブをさせていただいた場所なんですけど、そこで、7時からと8時からかな、夜皆さんのが普通にご飯食べたり飲んだりしてる中で私がフラフラっと来て歌うよっていう会をします。明日ね、明日の夜です。で、月はまたいで9月12日は、金谷市の、ライブ&バーテラーズさんっていうところがあるんですけれども、テラーズさんでは、2ヶ月に1回ライブをさせていただいてて、ちょっとねコロナの影響でしばらくお休みしてたんですけれども、先月から人数制限とか感染防止の対策をしっかりしつつライブも復活しておりますし、ライブもしつつツイキャスの方で有料配信っていうのもできるんですけど、今そちらの方でプレミア配信もしようと思ってますので、今させっかく見てない、いきなりこんなだーってことだけで言われても覚えられないと思うので、またぜひユミカの SNS をチェックしてあげてください。よろしくお願いします。よいしょ。そんなこんなで最後の曲、チューニングしすぎだよね、やっぱね。すごい言われたんだよね、この前。いや、逆にチューニングをしなさすぎてあれなんよ、ちゃんとチューニングした方がいいよって教えてもらったことがあって、でそれ以来一曲一曲気になっちゃって、ごめんね。こうやって時間が過ぎていくんですよ、皆さん。ユミカのライブは今日ここがね、このライブが始まる前直前5分ぐらいで起きたアクシデントの話も今日ツイキャスでしようね。ぜひ遊びに来てください。これをさあ、最後の曲は実はですね、6月ぐらいに思いついて、この曲書き上げたいなって思ってた曲があったんですけど、どうにもこうにも書き上げられなくて、それがほとんど出来上がってるのに、なんか 1,2 箇所だけ歌詞がどうしても出てこうみたいなとこがねあって、2ヶ月書けなかったんですけど、一昨日書き上がりました。一昨日かな。で、それをね今日お披露目したいので、私普段歌詞飛ぼうが何しようが歌詞を書いてこないんですけど、この曲に関してはここに譜面台を今日は準備して歌詞書いてきました。他の曲も書いてくればよかったよな、どうせならって思ってます。大丈夫でしょうね。なんと大変ありがたいことにですね、2日前にできて超ギリギリだったにもかかわらず、今回カプリさんでの配信の際は、この皆さんも見てる時にこう どっち向きだ、ここの辺にさ、ここの辺曲名がね出るじゃない、みたいにテロップを文字を入れてもらうので、なんと今回この新曲は歌詞を全部載せていただきます。イエーイ、なんか音楽番組みたいって一人でキャーキャーさっき騒いでてね、しかも私歌詞が長いのですごい打ち込むの大変だったと思うんです。ありがとうございました、打ち込んでくださったお姉さんここからありがとうございます、ね、歌を聴きながら写してくれます。この曲はなんだろうな、なんか最初にこんなこと歌いたいなって思ったわけではなくて、書いていくうちに出来上がった曲なんだけど、なんか私はこんな風に思ってるよ、もしみんなも一緒なら、まあ一緒に行こうぜっていう曲です。では最後に聞いてください。新曲のタイトルは
この指止まれ。鍵をかけたのはいつだっけ、アスファルト雨の匂い、水たまりを抜け出してどこまで行こう、気づかないふりにも慣れて全部忘れたふりをした、それでもこんな雨の日はどこか痛む、忘れたいのに宝物のように、独りよがりも分かっていた、それでも走り続けて置き去りにしたあの日々を拾い集めた、自分のために書く日々が誰かのためになる日々へ、それだけお願い続けてまた今日も、何度でも何度でも開けたのはいつだっけ、アスファルト雨の匂い、透き通るだけの僕でいたい、それだけなの、気づかないふりはもうやめた、僕は僕のまま進みたい、閉じた光じゃ歩けない、ハローハローハロー、描いた夢の先へ、崩れたように降り続く雨、でも今から晴れるよ、ゴールはここじゃない、心のままに走ってゆけ、旅の明け方も僕らしいさ、新曲この指止まれでした。さあということでね、ということでちゃんと歌詞出てた、ちゃんと歌詞出てた、やった、止まりましたかね、止まってないよね、大丈夫だったかな、ちょっとタイムラグがあるからあれですけどということで新曲もまた今後もぜひいろんなところではまだなかなかあれかもですけど、ライブのたびにね大事に大事に歌っていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんもまた見返すなりなんなりして聴いてあげてください。あ、パチパチありがとう、パチパチありがとう、パチパチありがとう、ありがとう、ごめんねタイムラグがあってね、パチパチみんなありがとう、
アルコール入れて、アルコール、アルコールアルコールアルコール、今来たって人もおるんやけどいらっしゃい、いらっしゃい。最後の曲終わったんですけど、新曲ありがとうございました。じゃあ終わるよ。え、終わっていい、終わっていい。さあ、そんなこんなでね、だいたい終わりの曲ですよって言った後にはアンコールはつきものなので もう一曲負けるなを最後にお届けして終わりたいと思います。結局40分ぐらいやっちゃってる、もしかして。アンコール書いてくれてありがとう。もう一曲ありがとう。終わらないでアンコールって今見れた、すごいタイムラグ。もしかして YouTube の皆さんも、カプリの皆さん、カプリから見てくれた皆さんはもう何のこっちゃって感じかもしれんね。このコメント見ながらのやり取り大丈夫ですか。次で本当の最後です。私から皆さんへの応援歌、負けるな、聞いてください。抜け出せない、過ぎてく時間はもう戻らない、あの時やっぱり違う道を、なんて願いももう叶わない、選んだんだろうあの日の君が、何万回も葛藤してさ、いつ見た夜繰り返ってここまで来たはずさ、もう気づいてんだろう今目の前に立ちはだかるのは、その手で積み上げた壁、ほら崩しちゃいなよ、ほら乗り越えていけよ、ああああ、待ってたって君の夢は迎えには来てくれない、つかみ取りに行けよ、負けるな、聞きたいのはその時だろう、立ち止まりたい日もあるんだよ、心の叫びが頬を伝う、何百日と走り続けて、靴もとっくにボロボロかな、甘い誘惑だらしない自分、毎度お決まりの自己嫌悪、でもさ、でもさ、それだけじゃないよな、もう気づいてんだろ今目の前に広がってるのは、その手で勝ち取った未来、ほら認めちゃいなよ、ほら抱きしめてやれよ、聞いたろその足で、他の誰でもない自分の意志で、ああ負けるな、聞きたいのはその時だろう、負けるな、今日は本当にお付き合いいただきありがとうございました。ゆみかでした。ありがとうございます、ありがとうございました。次回はまた日を確認し忘れましたが、またお知らせします。来月の本当に私ってばって感じだよね。次回は来週は
ヨコちゃんでしたよね。ね、ですよね。鹿児島のシンガーソングライターのヨコちゃんが、ライブをします。来週のこの時間もぜひ見ていただきまして、また、来月も、18、ゆいかの配信ライブは来月9月18日です。また第3金曜日ですかね。に、またお会いしましょう。その他もろもろはぜひ SNS、ゆいかの公式 LINE もあります。チェックしてね。お知らせばっかりでいつもごめんね。ありがとうございました。楽しい週末をね。